なるほど。本当に細かったですね。ね、スマートだった。いや、しかしやっぱり今中年はやっぱこのぐらいにないとぐらいですよ。やっぱあんなに細けないですよね。やっぱり中年はこう指導者になるんですから。我々青春時代のシンボルだったとかね。どういう意味ですか。なんかこういうふうに見ると懐かしいようでなんかこう、こうなんかこう汗かきますね。もう暗い。そうです。もう昭和33年か4年だったですよね。20年近くですね。僕が3つの時から4つの時ほんでこれ月光仮面今ね奥さん知らないんですよなんておっしゃって、どういうことで月光仮面とその千鶴姫が知り合ったのはですね、ゴルフ場なんですよ。ゴルフ、それで ある人もご紹介していただいて、らしい豆ができたなんかして僕がこう親切だったんです、ね、優しかったんです。僕は大体女性に優しいんです。それでそれからですね、なんとなくで、まあ、その前に僕はね満足1枚で買収されて東映の時に、僕東映の大部屋にいたんですよ、はあはあ、それでちょうどこの人は、現代劇で大泉喜沢ですよ、で僕ら今の深作さんとか監督のね、あの人が助監督のセカンドかなんかですね、歩いたちょっと後ろ歩くわけ日差しですから、大部屋のこの人は前で芝居してるわけですよ。ちっきしゃろかねえなと思ってましてね。この野郎どういうわけなんですかね。大泉さんはもうこんな綺麗な人もそういうことだけでも感激した、その人が嫁さんにもらってこの野郎って言ってももらっちゃったと。世の中不思議なもんですね。あ、そうですか。しかしあれですね、大泉さんってのはものすごい豪快でね、お酒の飲みっぷりなんてのはもう大変なもんだったんですよ。でも電光石火のごとくだと思ったんですけど、いろいろその前のはあったんですか。そのなんかちょっと5年ぐらいはお付き合い結婚なさるまで、協力生活してました。隠密検診もやってらっしゃいました、はい、今ちょっとじゃあ豪快に口説いちゃったわけですね。